今日は集大成ということで目標達成しなければならない。やれるだけのことはやってきたつもりなんで、もう悔いはないですね。まあ、それのコンプレックスっていうのもあるし、かっこよくありたいんで頑張ります。おはようございます、タマスです。いよいよ当日になりましたね。今日は今6時で、こっから食事をまあ1食ないしは2食食ってトレーニングして計量にね向かいたいと思います。果たして俺の今回の減量は成功したのか否か。いや、まあ成功はしたんだけど、とりあえず自分のね目標を立てたんで、それを達成できるか否かっていうところですね。やっぱりここまでやったからには目標達成しなければならない、そういう使命感に駆られた朝ですね。体調は万全です。早速ね、一食目を食いたいと思うんですけど、ちょっとね、特殊な一食目を今日は勝ち込もうかなと思います。それがこちらだ。UFO! UFO を食いたいと思います。腹がめちゃくちゃ減っとるぞ。炭水化物あんなにね、2日間食っても腹がまだめっちゃ減るわ、やっぱ。ただなんか腹の張りが少しあるけど、これはどういうことなんやろうなっていうね。調整方法とかいろいろやってみなかんな。どれが自分に合うかっていうのをね、減量を繰り返してやっていきたいなというふうに思います。はい、来ました。匂いがエグすぎる。超絶敏感になっとるで。結構塩分もカットしてたんで、ここで一気に戻すっていう意味でもこのソース焼きそばを送って回復させます。いただきます。うわぁ、やば、マジやばい。めちゃくちゃ濃いな、これ。めっちゃうまい。計量の後もね、やりたいことがあるので、それもお楽しみに待っててください。減量はね、いつも気分で始めて、ちょっと減量すればいいやって思って始めるんですけど、なんだかんだいつも結構ね、絞り込んじゃいますね。なんかね、途中で、うわ、ここまでやったんだったら、もうちょっとやりたいな、もったいないなっていうね、考えに陥って、それがまあいいのか悪いのか、筋肉が食われてるのか食われてないのかもちょっとわからんけど、やっぱりこの最後の達成感っていうものを味わえるんで、僕は普通にね、いいと思ってます。今日は集大成ということで、しっかりと締めていきたいと思います。はい、今ね、トレーニング会場に向かってます。ここでしっかりアップして、最終決戦に臨んでいきたいと思います。やれるだけのことはやってきたつもりなんで、もう悔いはないっすね。Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. めっちゃ体熱い。これが UFO パワーか、コーラパワーか、ポテチパワーか。とにかくね、かっこよくありたいんで。だから俺は筋トレもするし、減量もするし、増量もする。もう昔、太ってたり痩せたりしてたんで、それのコンプレックスっていうのもあるし、それを改善したくて筋トレ始めたっていうのもあるんで、まあ頑張りますよ。See my message start to spread and I had so many dreams When you hit your teens, life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do And I hope you let me in, yeah I'm grateful, oh yeah Able, oh yeah I'm stable, oh yeah No label, oh yeah You know me, I have only a path I'm lonely, but damn I'm全身運動のトレーニングが終わりました。だいぶねパンプアップもして、ここから試合会場に向かいたいと思います。背中も結構
あとちょっと頑張ります。心の準備をしないと。はい、試合会場に着きました。俺の試合は体脂肪 5% を切るっていうことだから、ちょっと今から体重測って体脂肪何パーセントになってるか挑みたいと思います。結果出ましたね。前回測った時より数値は悪くなってました。体脂肪率 8.1%、 筋肉量も減りましたね。ちょっと意味がわからん。俺リプリートも頑張ったよね。すいませんでした。結果は今回失敗に終わりましたね。でちょっとせっかくねここまで絞ってここまで来たんで、ちょっと今から一人20大会やろうと思います。ちょっと言い訳言っていいですか。今日ちょっとね食べ過ぎて79キロまで増えちゃってたんで、それがまず1点やな。まあこれ本当の話なんですけど、カーボディプリートの時家の体重計で体脂肪測ってみたんですよ。そしたら 5% 台になってたんですよ。だからこれはいけるなって思ってました正直。そしたら 8%! 信じられんわ。いやー悔しいな。まあでも数値が全てじゃないんでね、皆さんに俺の成果をね見せたいと思います。違うんよ、もう自分に勝った。これが全て。妥協しなかったもん。体も自分史上最高の体を作ることできたし、俺はめちゃくちゃ満足しとる。この減量を通してめちゃくちゃ自分が成長できたと思うし、また今後もっともっと成長していきたいと思う。あとその過程をね、まあ、こうやって YouTube 通して皆さんに伝えていけたらいいなと思うと同時に、何かに向かって頑張る人が少しでも増えて喜びをね分かち合える、そんな日がね来るといいなと思ってます。でいつもなんかこの減量期間で、まあ、視聴者の方だったりそういういろいろな方がね、まあ、コメントしてくれてね、俺すごい嬉しかったよ。結構まあそうだね、妥協しそうな時とかあったんですけど、皆さんのおかげで頑張れました。まあ体脂肪達成できなかったのはすごい悲しいですけど、またね次に向かって進んでいけたらいいなと思います。はい、じゃあねもうチート動画撮りたいんで、もう腹ペコペコなんで、マジでハンバーガー食いに行くぞ。じゃあな、ハンバーガー食うぞー。